大宮は5試合ぶりの勝利で自動降格圏からの脱出に弾みをつけたいという今日の試合になります。その前回が第4節の対戦、まあ、この時にはアディショナルタイムに入って中途を打った。そしてもう一度大きくクリアした。ここは切り抜けました岩田で、よく書き出しましたね最後。これこの辺がファーサイドにポジションを取っていますが、どこに合わせてくるか。高柳ニアサイド、ボールが浮いている。ヘッドで繋いでいく。ゴール前ゴール決めました。先制ゴールは大宮、室井です。大卒ルーキーの室井、4試合バッティックなシュートでしたけど、この黒川もねしっかりとボールに背負ってしっかり反応して、アクロバティックなちょっと斜めのシュートですけどね、非常によくミートできたなと思いますね。右サイドには伊藤、中央ヘディング決めた。1対1の同点、伊藤真希と決めました。1対1の同点です。今シーズン初ゴール。少しねこう当て感素晴らしかったですよね、はい、このボールの軌道を変えながらサイドネットにねこう行く角度のボール当てて、いいこう強いシュートじゃないですけど、非常にコースを狙ったいいヘディング。飯田が中央インナーラップしながらそのまま上がっていく、持ち上がっていく、ミドルレンジから右足、キーパー弾きました。ローインからボックスの中クロスを入れてきた。ゴール前ドゥドゥ右足。前線の選手を変えてきました。その中のボックスの中に入ってきた、うん、持ち上がっていく、うん、シビルトク前を向いて右足決めた。シビルトク2試合連続ゴール、2対1。シュートですね、コース狙ったね、はい、素晴らしかったですね、前線に送ります、うん、いいとこ見えた。ここは古川ボックスの中、うん、うわーフィニッシュはこれは決められません。高い位置に古川、その古川に預けました。さあドリブルで突破をしていくか古川、一旦これは下げます。中央には後藤、ボックスの中藤川、うん、自ら打つか藤川、うん、決めた藤川、2試合連続ゴール、同点ゴール。藤川背番号13番藤川、まあこういうところでね狭いスペースの中で自らスペースを作ってクロスのシュートですよね。鈴木、キヨト視界に入ってくる。ドゥドゥミドルシュート、キーパー陣た。大宮、あ、茂木、これはファールです、うん、早めのリスタート、飛び出してシュートはブロックした、これもブロックした、リカルド・グラッサ。今シーズンはあくまでセットプレーから21点を挙げています。岩田、ドゥドゥがボールをセットした。ファーサイドヘディング勝負、うん、決めた。リカルド・グラッサ、リカルド・グラッサ決めた。今シーズン2点目、リカルド・グラッサ。まあこういうところにこぼれてくるんですよね、もうしっかりねこうディフェンスのところもしっかり頑張ってね、はい、まあ、しかしまだ終わってないですからね、はい、3対2、ついに岩田が勝ち越しました、逆転。勝ち点3が欲しい岩田、ここでタイムアップ、ジミロ終了間際、リカルド・グラッサ見事な逆転、3点目を叩き込みました。